分コソコソするのが上手くなったじゃねえか、シギ。おやおや、それは心外な言われようですね。君には及びません。マリコは、マリコを返せ。マリコさん、ダメ。ごきげんよう、マリコ。今日はあなたをダッシュするために来ています。一緒に来てもらいましょう。勝手に話進めてんじゃねえ！やはり何度戦っても厄介ですね。君の能力は危険だ。やりすぎです、シュラ。マリコを殺してもらっては困るのですよ。何をそんなに興奮しているのですか。シュラ様、マリコはあいつらに騙されてるんです。俺が助けなきゃ。
なこと言ってんじゃねえよ。あの子、何か変じゃないかしら。殺そうとしながら次は助けるだなんて。なんともやりにくいですね。ともあれ、マリコが必要なのは変わりませんし、困ったものです。下がりなさい。今の君にはマリコを任せることはできません。でもシニ様、俺。下がりなさい。わかりました。多勢に無勢というわけですね。だったらさっさと消えろ。それとも俺に切り刻まれたいか。さて、どちらが無勢なのでしょう。マリコ、タキコ、伏せろ！放て。行きますよ。全員抜刀、尾行を狙え。流れ矢がマリコに当たる。弓は使うな。マリコさん。
全員引け。この場は撤退する。マリコ、いずれ。おい、大丈夫か？私も何ともないわ。マリコさんを守ってるつもりで、マリコさんに助けられたわ。ありがとう。それにしても、急いだ方が良さそうだ。できるだけ距離を稼ぐぞ。ええ、ようやく着いたな。あ、ここまで来れば第五教団のアジトまでもう少しだ。そうかもしれないわ。さて、富田と引き継はまだみたいね。トニーどんくせえな。何やってんだあいつら。ま、あんまり時間はねえけど、俺たちだけで乗り込むのはさすがに厄介だ。いざとなるまでは待っていよう。とにかく、どこか平気そうな家を借りましょう。借りるも何も、誰もいねえだろ。
ま、お前にはきつかったかもな。私、ちょっと外に出てるね。おい、タキコ。危ねえぞ。俺も行く。マリコさん。そういえば、富田と引きつ、本当に遅いわね。大丈夫かしら。大丈夫ね。そうね。第五教団のところに入り込むにはそれなりの準備が必要よね。富手と引き継が来るまでにできるだけ済ませたいわね。知らないわ、あんな人。
私、逃げてなんかいません。それは、あなたたちが。あなたたちの邪魔をしないようにって思ったから。あなたとウルキが、付き合っているなら、私がしゃしゃり出るわけにいかないじゃない。だから、邪魔をしたくないと思ったって言ったでしょ。それは…マリコさん…私は、ウルキのことを…ウルキが…確かに、そうかもしれないわ。わかったわ。
マリコさん、どこまで行くの？私もマリコさんは大切なお友達だと思っているわ。ええ、もちろん。それとも迷惑かしら。タキコの気持ちに応えたい。俺はタキコを守りたい。
マリコ。お前俺をたばかりやがって。絶対元の世界に送り返してやるからな。覚えとけよ。富手と引津はどうしたのかしら。